はい、皆さんこんにちは、エイトの大橋です。今回はね、この樹木アカメガシュアですね。アカメガシュアでクワガタを取ってみたいなと思います。まあこれはクヌギとかね、コナラとかない場所、そういう時にね実力を発揮します。まあ見た目なんか普通のクワガタ採集ではね取らない樹木なんですけども、意外とね根元とかで樹液を出したりします。途中の幹はねこんな感じでなんかクワガタがついてそうな感じじゃないんですけども、まあこれも若い樹木なんですけどもね、根元とかこういう形でね、これ虫に食われてなるんかよくわからないですけども、こういう形になってるね樹木が意外と多いんですよ。そうなんでこれがね時間経ってきてもいい感じで育っていきます。まあ、今回はねこの樹木でクワガタを狙っていきます。まあ、さっきの若いね樹木見てもらったらわかると思うんですけど、根っこの方でね結構虫食いがあったりしてクワガタのねいそうな場所ができてます。あっちなんかもねウロみたいになってるんで、まあこの辺の足元をね根元を見ていきたいと思います。結構イバラも生えてるんでね、河川敷並みに過酷ですね。ここはどうでしょうかね。まだ少し時期が早いかな。穴ぼこだらけになってるんですけども、なかなかクワガタ発見できませんね。一つだけコクワがいますね。
はい、平田発見しました。下の巻いている影になったところにいましたね。これは見つけるの難しい。はい、ウロの中にね、いいサイズのヒラタがいました。今日はなかなかね苦戦してるんですけども、これは結構なサイズかなと思います。ただね、あの奥なんで逃げちゃうかもしれないですね。取り出す自信はないんですけども、一度挑戦して出せたらラッキーです。思ったよりも簡単に取り出せましたけども、大きさが思ってたよりも小さかったですね。50あるかないかぐらいの平田クワガタです。めちゃくちゃ恐ろしいほどでっかい毛虫がおるんですけども、これもねところどころ良さそうなんで根元を見てみたいと思います。上がれるかな。これはシーズンだったら最高ですけどね。ここにもいないな、残念。いない。ここもいませんね。残念。はい、今回はね3時間ぐらい必死に探したんですけども、まだ赤目ヶ島の方ねそれほど樹液が出てなくって、全部で4匹だけになりました。まあ赤目ヶ島はね生えてるとこと生えてないってことはあると思うんですけども、まあクヌギとかねコナラがないところではクワガタがね集まってる場合があるので、ぜひ樹木がねあればね一度点検してみるのも面白いかなと思います。それではね最後までのご視聴ありがとうございました。
クワガタ興味ある方はね、チャンネル登録よろしくお願いします。